岡上慶能像、岡上慶能を、から1688年1月5日は、江戸時代前期の武士、通称は二郎兵衛。武蔵区に小玉郡高柳村の農家白池に生まれ、岡上家の養子となる。矢部影地下の後を継いで幕府大官となり、1668年、足尾の銅山奉行を兼ねる。越後国大沼郡上野国新殿郡笠坂家屋などの洋水路整備や。 開墾に尽力した。用水路建設の費用に、年具前を流用してしまったなどの理由により、江戸に召喚され、その道中の1688年1月5日、籠の中で切腹し死去した。通称はジロベー上野笠掛屋の用水路は、今でも、岡上用水と呼ばれている。慶能は、岡昇の名字で言及されることもあると、西沢厚夫は指摘した。 1915年、15位を追蔵された。1952年11月11日、国瑞寺に置かれた、岡上の墓が、群馬県指定史跡にされた。岡上らが開発した、笠掛けや五葉水と現在の丘東洋水とが、混同されることがあるが別物だと、西沢厚生は指摘した。AB 岡上がみ系農工の,の墓、群馬県緑市2015年7月24日。 更新 AB 西沢厚男館、岡上系能の傘掛けや開発をめぐって、正しい地域史を知るということ高崎経済、大学地域政策研究15、112から128、2012から08田尻左辺、増位初見伝造保番上特使増位年表 P39。ありがとうございます。